ブラックタイド、ブラックタイドは日本の競争場で現在は種ボバである。2004年のスプリングステークスに優勝した。前弟に2005年の中央競馬クラシック三冠を制したディープインパクトシュボバのオンファイアがいる。2001年のセレクトセールで9700万円で金子正人に落札された。落札価格は翌年のセレクトセールで 金子に落札された全弟のディープインパクト、7000万円よりも高値であった。2003年、暮れの阪神競馬でデビュー戦を圧勝すると、自走のラジオ単波イ2歳ステークスで一戦一勝ながら、単勝1.4倍の圧倒的一番人気に支持される。しかし、レースではコスモバルクの4着に終わった。明けて2004年、 オープン特別の若駒ステークスで2勝目を挙げた。自層のキサラギ賞では単勝1.5倍の圧倒的一番人気に支持されたが、ゴール前でマイネルブルックの強襲に遭い、2着に終わった。ラジオンパハイ2歳、ステークス、キサラギ賞と重賞では人気になるものの、勝ちきれなかったが、自層のスプリングステークスでは、リンカーンに主戦機種である竹豊が騎乗するため、 横山のりひろに乗り割った。このレースでは、それまでの先行、中段からのレースではなく、最後方待機策を選択。直線で一気に束を五棒抜きして、重傷初勝利を飾った。さつき賞では、コスモバルクに次ぐ二番人気に指示されたが、レースでは出負けし、さらに前が止まらない馬場での後方待機で末足が、不発に終わり、十六着と大敗した。このレースでは、 同じく後方待機した鈴鹿万ボやハーツクライといった小馬になってから大活躍する馬たちも大敗を喫している。高速馬場での先行馬有利という状況と後方待機の失敗から安城が馬を無理に追わなかったため、会での入選となった。サツ賞後、クッケン,エンを発症し、2年間休養することになる。2006年5月末に帰休すると、8月に、 新潟競馬場で行われるダートのオープン特別、関越ステークスで復帰することになった。藤岡祐介を安城に迎え、初のダート戦に挑んだ。道中は、最後方を追走し、直線では鋭い末、足を繰り出すが7着に敗れた。このレースでは上がり、最速を記録した。その後、得意の芝でのレース、小倉日経オープンに出走し、 道中は中断に待機して最後はしぶとく伸びたが3着。さらに幸い秀明を安城に朝日チャレンジカップに出走し6着。続いて、藤岡祐介を再び安城に迎え、オープン特別のアンドロメダステークスに出走。同日の東京競馬場のメインレース、ジャパンカップで弟のディープインパクトが勝利し、兄弟でのメインレース勝利が期待されたが2着に、敗れた。 さらにディセンバーステークスに出走したが3着に終わった。2007年になってからも中山金牌で3着と、構想を続けていたが、続く中山記念では10着と大敗した。この後、大阪城ステークスでも7着に敗れ、日経賞では12着に敗れた。しかしオーストラリアトロフィーでは初めてブリンカーを装着し、 開幕週の京都競馬場の前、残りとなりやすい馬場の特性を生かして2着に粘った。その後、8ヶ月休養し、ディセンバーステークスで実戦復帰したが、13着に終わった。2008年も中山金牌から指導するが10着、大阪城ステークスでは8着、日経賞では5着だった。そして、距離短縮で挑んだ、東欧ステークスでは勝った夫妻チ合うスてるから。 頭差の2着に入るものの、次のメグロ記念では8着という結果に終わった。その後、8月1日付で競争場登録を抹消し、引退した。結局、クッケイン園から復帰した後は一度も勝利できずに、競争場を引退することになった。競争場登録抹消後は8月4日午前に、ブリーダーズスタディオンステーションに移動し、2009年より、種ボバとして共用が開始された。 三冠馬、ディープインパクトの前兄という決闘から、大体主母馬として人気を集め、この年の新主母馬としては、最多となる150頭の種付けを行っている。2012年に初年度3区がデビューし、同年のデイリーハイ2歳ステークスを、テームイナズマが優勝、3区の重賞初制覇となった。2012年のファーストシーズンサイヤーランキングで1位となっている。 以降もディープインパクトに比べると繁殖品馬に恵まれない中でタガノエスプレッソや北サンブラックといった重症化チューマを排出した。勝ち上がり率や高層率の面でハイアベレージを叩き出している。そして2015年のッカ賞で北サンブラックが優勝し3区初の GI 勝利を記録した。2016年は北サンブラックが年度代表馬になり、 自身も中央競馬守護馬ランキングで10位に入った。太字は GI 競争。三大母ハイクリアは1000ギニー。AGI、ディアヌショ賞、フツ GI など8000参このハイクリアを起点として現在に至るまでメス系が築かれており、近親には活躍馬が揃っている。詳細はハイクリア一族の項目を参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。